サノバウィッチワンパーということで、紡ぎルートは23回目、もうストーリーもかなり大詰めになってきたというところで、じゃあコンティニュー見ていこう。チャプター8の6からもうなんか泣き声がイギーみたいな感じなんだけど、前回ね、この子犬が、ま、アルプになりかけてって、ま、その中でもうかきむしっちゃったりしててということで、ま、犯人がこの子犬だということが、判明したというか、ま、分かったんだけど、ま、このアナザービューなんで、これ何があるのかというところで、じゃあ見ていきましょう。そいつはひどい興奮状態にあるらしかった。荒い息を吐き、ポタポタとよだれを垂らす。さながら、狂犬の様相を呈している。これ誰目線なんだ？赤木かな？ランランと光る瞳は、新たな獲物を求めるのか、落ち着きなく動き回っていた。だが、ねぐらから這い出し、街を徘徊する様子を、上空から観察するものがあった。お、やっぱりか。赤木だった。だろうな。やがて子犬は一人の通行人に狙いを定めたらしい。黒い翼を畳み、赤木はそのそばへ舞い降りた。いやーでもこれ野放しにするとやばそうだよね、マジで。こういうの。でもさ、こういうなりかけのやつってあんまりその頻繁には出てこないんだろうけどね。こういうの頻繁に出てきたら怖いよな。低いうなり声を上げ、今にも襲いかかりそうな姿勢をとっている。おお。だがそれでもまだ通行人は背後に気づかぬらしい。全く人間というのは野生の本能を全く失っているのではなかろうか。まあそれはあるね。それはあるよね。もう今だともう漫画の世界とかさ、まあアニメの世界の話だもんな。第6巻みたいな、なんか来るかもしれないみたいなさ。やめておくのじゃな。あれは食ってもうまそうにない。おう。会話できんのか。声をかけると子犬はさっと飛びのいて身を低くした。もう目悪くなったな。さが木に見えたわ今。狩りに慣れたものの動きである。やはり見た目通りの年ではない。どうした、まだ人化はできんのか。同類に会うのは初めてと見えるな。今度はうなり声も上げない。こちらを睨みつけたまま、赤木を中心に円を描くように動いていた。おお。お前は知らんようだが、かけらの集め方にもルールがある。新米は先輩アルプからそれを教わるものじゃぞ。まあそうだね。まあ赤木さんもいろいろやったけどね。赤木さんもいろいろとあったけどね。かつて七尾からルールを叩き込まれたことを思い出し、苦笑いを漏らしそうになる。自分に対してか。だがもちろん赤木にはただで面倒を見てやる気はない。勉強代じゃ。お前が無茶な方法で集めたかけらはあっちがいただく。なんかアコギ、なんか赤木だけにアコギなことしてるね。ほう、威嚇しておるつもりか。それとも人化もできぬひよっこが生意気にテリトリーを主張しているのか。まあよい、身の程を教えてやるのも教育の一環じゃろ。おう。え、ついに子犬が飛びかかってくる。なに、バトル。スタンドに目覚めましたみたいな。だが赤木とて伊達に長く野生に生きてきたわけではない。キラリとかわして距離を取っていた。なかなか素早い動きじゃが、まさかあっちを弱いと思っておるのか。なんかさ、そのアルプは魔法使えねえのかな。なんていうの、そういう攻撃魔法みたいな。なんかファンタジー世界みたいな感じになっちゃうけど、なんかそういうの使えねえのかな。この程度では触れることも。お、なんと子犬は背中を向けて駆け出していたのだ。うわー、賢いな。逃げるか。いや、そうではなさそうじゃ。もしや、まあ、さっきのやつを狙いに行って、まあ向こうからね、こう来なきゃいけざるを得ないっていう状況を作るってこと。まあ、そこまで考えてないかもしれないけど。お、あーやっぱそうやな。赤木を無視し、先ほどの通行人を追っていたのだ。その背中に、正確にはその心に向かい鋭い牙を突き立てようと飛びかかる。だが、何それ。何今の。シュイーンってなったよ今。反対に弾き飛ばされたのは子犬の方だった。その間に通行人は逃げ出し、赤木は悠々と追いついていて。あ、まだ赤木追いついてなかったので、何の音今の。じゃあ、バカなやつめ、人間の心は脆いようで案外強いのじゃ。え、どういうこと。かけらを回収できるのは通常より大きくなりすぎた時だけ。強引に削り取るには
相当に弱っていなくてはそのような目に遭うのがオチなのじゃ。あー、なにガードしたってことその AT フィールドみたいな音が鳴ったけど、あ、そういうシステムもあるんだね。強すぎる、まだその心が強い、まだ弱りきってないやつだったらガードされちゃうんだな。シャギーンすごいね、いいね AT フィールド。嘲笑しながらふと赤城は自分が人間を誇らしく感じていることに気づいてしまう。バカな、あっちは何を考えておる。あっちは人間に同情などせん、敵損ないのアルプではないのじゃ。だが葛藤は隙を生んでしまう。再び子犬に逃げられてしまったのだ。いやー、なんか怖いよね子犬もさ。てかアルプになりかけのやつで怖いよな。へい、面倒なやつじゃな。どうせなら立ち向かってこんかもうあれか、なりふり構わずって感じか。あ、なんだここ。なんか、え？なんかこのタイミングで新しい背景来たんだけど。え？なにこれ、な、もしや、もしやって。な、もしやこれ、なんて書いてあるこれ。もしや。足や。味や。ちょ、読めねえ。やばい、目が悪すぎて。あ、なんか向こうになんかミウっぽいのいるな。こういうのだけは目がいいね、俺ね。こういうのだけは目がいいんだよな。これミミウじゃないこれ、ミウ。あと誰だ、あとない、これティア先生か、これ。ティア先生っぽい人なんか結構いるんだけどさ。なんか大体ティア先生じゃないパターン多いんだよな。他はこの紫髪の子は、なんだ、エグゼかな、わかんないや。まあ、とりあえず、ミウはいましたね。ミウはわかった。中になんか誰かいないかな。あ、いないわ。はい、じゃあもうやってっか。他に何もないよな。え、逃げ回る子犬にようやく追いついたとき？お母さんお母さんあの、前の男の子かな、これ。迷子にでもなったのか。前方で小さな子が大声で泣いていたのだ。え、こんな夜に？子犬はそれを目指してまっすぐに走っていく。ふわ。あいつ、もしや。心が弱っているものを探していたのか。だが赤城にはギリギリで追いつく自信があった。飛びかかった瞬間、ガラ空きの背中へ一撃すればいい。もうまあな。ただし、子供の安全を考慮しなければだ。まあ飛びかかってる方向に、こう、背中で一撃入れたらさ、倒れ込んじゃうからな。直線上に並んでいる関係上巻き込んでしまう可能性は高かった。うん。何より子犬の狙いはあくまで子供の方なのだ。自身の身も構わず、牙を突き立てようとするかもしれない。それは葛藤を挟む前、挟む糸間もなくか、とっさの判断だった。人間の子供などどうなっても知ったことか。お、頭ではそう考えていたはずだが、気づくと子犬につかみかかり、揉み合うようにして地べたを転げ回っていた。一瞬の攻防の後、互いに飛びのいて間合いを取る。え？逃げぬか子供。さっさと親鳥のところへでも帰るのだな。親鳥のな。背後に足音を聞きながら子犬と対峙する。今度は逃がさない。なぜか使命感のようなものまで湧いてくる。おお。次から次へ弱いものを狙うことに怒りさえ感じていた。まあでもさ、まあ、人間でもこんなにいいやつなかなかいないけどな。なんかさ、人間っぽいっていうか、もういいやつになっちゃってるよね。修二の父、太一が襲われた時、赤城はそばにいながら子犬が危険な存在と気づくことができ、できなかったんだね。なるほど。何かあったとしてもすぐ助けに入れると鷹をくくっていたのだ。その結果があのざまだった。言い訳はできない。せいぜい修二の前では強がるくらいが関の山だったのだ。じゃあちょっと、お名返上じゃないけどね。これ以上お前の好き勝手にはさせん。星を聞かせてほしいなら望むだけくれてやろう。しかしどうしたわけか、先ほどより子犬の動きが、動きに余裕が感じられる。え、逃げようという素振りも見せない。ほう、まだ力の差がわからぬと見え。ん？突然ガクリと膝から力が抜けた。わけもわからず自分の腕を見る。そこに小さな傷ができていた。先ほど揉み合った時、子犬の牙が触れたのだ。え、何？
だがそんなものでここまでダメージを受けるはずがない。赤木が普通の状態ならば、なるほどね。心を、まあ、かきむしられちゃったってことが、なに、そういう物理的にいけんだな。なんだ、もし、何この BGM? これはあっちの、何この BGM? すげえ不穏な BGM だ。あっちの心が、地面に光る羽のようなものが落ちていた。いや、これびっくりだろうな。赤木さん自覚ないんだもんな。え、嘘だろみたいな。それでようやく自分自身でも気づくことができたらしい。心の形がいびつに歪み、脆くなっていたことに。その尖った部分が欠けて、転がっているのだということに。いやー、ずっと50年もの間、果たされずにいた約束があった。でも本当は赤木も気づいていたのだ。友人はあの時もう、亡くなっていたのではないかということに。まあ、気づいてはいたけどってやつな。彼女の心が人間に近づけば近づくほど、その気持ちは強くなっていった。そうだよね。まあ、なんだろう。まあそうじゃないんじゃない、もう約束は守るものじゃみたいな感じで、こう、短絡的にね。今まではもう動物だったら短絡的に捉えられてたんだろうけど、まあ、それがこう、どん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 、まあ、悲しみとかさ、苦しみみたいな、なんかいろんな感情を手に入れていくごとに、これは、やばいことなんじゃないか、みたいな感じになってきたのか。早く人間にならなくては。そう焦りながらも同時に恐れていた。こんなことは無駄だと、諦めを受け入れようとする自分自身の弱さ。何?どうした?子犬は赤木が立ち上がれないのを見極め、ようやく欠片の方を向いた。お前も冷静沈着だな、子犬も。なかなか切れるな、こいつ。やめんか。切れ者じゃん。阻止しようと手を伸ばす。だが、たった数メートルの距離が今の赤木には無限に感じられた。もちろんそれで遠慮してくれる相手ではない。欠片に向かって飛びかかってくる。おぉ!ヒーロー、そこへ突然、小柄な体が割って入ってきたのだ。え?何今の?なんか、えぐい音鳴ったよ?え?相馬さんに赤木の匂いを辿ってもらい、ようやく俺たちが駆けつけたとき、いやーもうギリギリじゃん。赤木が子犬の前に膝を折っているのが見えた。俺も今はちょうど人間になっていられる時間だ。ほほほ、そっか。じゃあ、助けに行けられんな。けど俺の、男の俺よりも、アルプである相馬さんよりも先に飛び出したのは、紬だった。赤木!てか、ここどこ?ここどこ?まず。たかが子犬に、紬の方が吹っ飛ばされてしまう。やはり見た目通りではない。紬!大丈夫か、紬!俺は慌てて紬を抱き起こす。赤木は状況についていけてないのか?いけないのか、ペタンと尻餅をついたまま固まっているらしい。やってくれたな。やってくれたな。こんな子犬が犯人だったとは、見かけによらないようですね。子犬は状況を不利と悟ったのだろう。ダットのごとく逃げ出した。私が追おう。後のことは任せる。よろしくお願いします。頼みます、七尾。いやー、なんかこう、七尾さんの、この頼もしさすごいね。紬。ようやく赤木も俺たちのそばへやってくる。かけらはどうなったの?いかがだ、大丈夫。ちょっとびっくりしちゃっただけ。びっくりしたのはこっちだ。無理するから。紬の手には光る小さな羽が握られていた。それは、これは半分くらいは向こうへ持っていかれちゃったみたいだけど、うん、なんとかこれだけは守れたよ。半分くらい持ってかれちゃったんだ。それでも紬はそれをそっと赤木の手のひらへ戻してやる。あっちの、あっちの、あっちのな。ねえ赤木、自分の心を失うのはとても痛いことだったでしょう。
とてもひどいことだったでしょ。だから赤城には同じことをしてほしくないな。もっとかけらが必要なら私がもっと頑張るから。それじゃいけないかな。いつの間にか赤城の目から涙が溢れていた。おかしいのじゃ。あっちはおかしくなってしまったのじゃ。今まで平気でできたことが平気じゃなくなってしまったのじゃ。赤城、一番大切な約束だったはずなのじゃ。なのに他のことも大切に思えてしまうことがある。時に一番大切なことまで霞んでしまうくらい。おう、だから以前小僧にまだまだ人間に程遠いと言われた時、くさりときた。え、もう50年も経ってしまったのじゃ。もっと急がねば、もっと最短距離で約束を果たさねばならぬのに迷ってしまう。だから今まで通りのあっちに戻りたかった。戻れないのは人間に程遠いせいなんじゃろう。一番大切なはずなのに、どうしてあっちはハルプとしても人間としても出来損ないなのじゃ。いやどうだろうな。すまん赤城、俺が間違ってたみたいだ。我ながらつまらないことを口走ったものだ。ちょっとした言葉に傷ついてしまうくらいこいつはもう、まあそうだよね、もう心はなんていうのかな、もう出来上がってるって言うとなんかあれかもしれないけどね。あのな、人間は困ったり照れたり緊張したり、なんかこううまくいかなくなった時、いつも通りの自分でいようとするものなんだ。それでかえってうまくいかなくなったり、すれ違ってしまったり、紬ともそのせいで最初はなかなかうまくいかなかった。でも人間というのは完璧ではなくて、もともと失敗をやらかしてしまうものなんだろう。だから間違っていたのは俺だ。お前は十分人間らしいよ。修士、私もそう思うよ、赤城。もうなんかそう葛藤してる時点でなんかね、人間っぽいよね。なんかもっと短絡的になるもんね。まあ約束守ってくれるじゃろうみたいなさ。いやそういうこと思う時点で、いや結構まあ人間っぽいなっていうのはあるんだけど、まあその時点でもね。まあでもまあよりって感じだよね、今の赤城さんはね。つむぎ、ありがとう二人とも、あっちの約束を守ってくれて、おありがとう。取り戻したかけらの一部を赤城は力いっぱい握りしめていた。周囲に人だかりができつつあった。そうだよね。俺ちょ周り大丈夫かなと思ってたんだけど、こんなに人いて、ものの綾地さんがうまく追い払ってくれているようだった。すいませんっつって、そこへ相馬さんも戻ってくる。あの子犬ちょっとしばかないとな、一発な。すまない、一部とはいえ赤城のかけらを吸収したせいだろう。ああ、私でも単純な追いかけっこでは勝てそうもない。マジか、七尾さんでも。そうですか、厄介ですね。やばいな。私たちが追っていることにも気づかれたはずですから、おそらく赤城が掴んだねぐらも変えてくるだろう。今後はますます探しづらくなりそうですね。いやーどうするよ。さすがこちらの二人は冷静だけど、悲観するのはもうたくさんだろう。誰かが悲しむところだって見たくない。ありますよ。え？修二くん？どうした？あいつを見つけ出す方法ならあります。このまま逃げられてたまるもんか。みんなの大切なものを持ち逃げなんてさせない。そのために今こそ俺にしかできないことがあるはずだから。おう、え、どういうこと？何すんの？え、何すんの？サノバウィッチ。サーチすんの？
翌日、俺が再び人間の姿になれるのを待って、作戦は実行へ移されることになった。え、なんだろう？感度はどうだ？星田くん。感度？あ、はい。ちゃんと聞こえてます。私の声はどうかな？他のみんなも聞こえてる？ええ、聞こえていますよ。なんかいいね、この無線でやりとりみたいな。耳に突っ込んだ無線イヤホンから次々とみんなの声が届けられる。スマートフォンのアプリを使ったグループ通話を行っているのだ。私、こういうの初めてだからドキドキしちゃうな。あ、こういうの初めてなんだ。人間というのはいろいろ便利なものを作り出すものじゃな。そうですね、確かにね。その中には赤木も加わっていた。ともかく、これで何かあっても対応できるはずです。おう。ああ。これなら俺も安心だ。俺が提案した作戦、それは俺自身がおとりとなって犯人をおびき出すというものだ。ほう。というのは？今その心が脆くなってるってことなの？え、でもね、なんか戻ってってるんじゃないの？その穴は。君もあの時姿を見られている。警戒して出てこない可能性も高い。すぐに成果が出せるとは限らないことは肝に銘じておいてくれ。分かっています。でも、もともと削り取れるほど心が弱ってる人間は少ないんですよね。赤木が父さんをおとりにしてうまくいったのも、獲物になれる人間がかなり限定されるからだ。まあ、あれ、あのレベルまでいかないとってことだもんな。俺の心に穴が開いていること、あの時あいつが気づいたかどうかは分かりませんけど、もし気づいていたなら、おあつらい向きの獲物だと感じたはずです。まあそうだよね、一人だけでいればって話だよな。一人でいるところを見れば、耐えきれなくなって襲ってくる可能性は高いと思います。主事君、私たちから離れすぎないようにしてね。あ、分かってるよ。犯人からは一人だと見えなくてはいけない。ここからは見えないけど、みんな少し離れたところからついてきてるはずだった。でも通行人からも一人でブツブツ言ってるように映るのだろう。あいつなんだってなるよね。すれ違いざまにジロジロ見られてしまう。あのさ、なんかたまにさ、こうイヤホンのマイクでさ、こう誰かと通話して歩いてる人いるけどさ、なんか大丈夫かなこいつって一瞬思うよね。まあでも、まああの、まあ、あ、会話してんだろうなってこう気づくんだけど、これに関してはさ、どういう状態かわかんないけど、まあ、イヤホンとかつけてんのかわかんないけど大丈夫かなってなるよね。星野くん、油断しないでください。え？うん、分かってるつもりだけど。相手は人化の術を覚えている可能性もあるんですよ。ああ、もうでもかけらをそこそこ奪ったから、もう覚え、人術なのね。ってか何せ忍術みたいな。人間に見えても、ぼんやりしないでしっかり警戒を。なるほど。ああ、そっか、その可能性もあったか。これは思った以上に大変そうだぞ。だが、おとりは目立たなくては意味がない。いや、でもそういう時に心の感じ取れる力が、まあうまく働くわけよ。まあ敵意とかもさ、感じ取れそうだしな。一旦人の多い道へ出てから人気のない道へ入るのじゃ。そうすれば相手も襲いやすいはずじゃ。なるほど、それを繰り返せばいいんだな。けど危なくないかな。人の多いところで襲われる可能性もあるよね。危険はあるが、効率的なのは確かだろう。星名君次第だと思うが、どうする？どうする？やってみます。向こうから近づいてくる人がいたらちゃんと警戒するから。でも修二君が怪我をしたら意味がないんだからね。ね、分かってる。それはもう嫌ってほど。危険は承知の上だ。でも今回だけは最後までやり通したいんだ。修二君、私も止めるつもりはないよ。でも本当に気をつけて。ありがとう。ごめんな、心配かけて。いいよ。それより分かってる？二人の時間も犠牲にしてるんだからね。そうだな。無事に終わったら後でたっぷり埋め合わせしてよね。そうだな、たっぷり埋めてあげないとな、いろいろと。ああ、約束する。俺もそのつもりだから。
しっかり埋めないとな。またここか。ここ何なんだマジで。歩くと意味もなく一人で歩くと。それから作戦通り何度か広い道と狭い道を行ったり来たりしてみる。けどなかなか思うような成果は得られなかった。やはりこの辺りではもう狩りをしないつもりなのかもしれないな。狩り場を変えたのだとしたら厄介だ。いやね、まあなんだかんだ広いもんねこの日本なのかわかんないけど、ここはまあもしここがまあ日本の一部だとしたらもう広いもんね。ちょっと市のちょっと別の町行ったらさ、もうすぐ追いつけなくなっちゃうよ。もっと捜索範囲を広げてみますか。いや、あっちは反対じゃな。しょっちゅう場所を変えては相手もこちらを見つけづらくなる。一度場所を決めたらあとは待つしかないものじゃ。赤木の言う通りだ。だからこそ厄介なんだよ。なるほど、それが動物の習性というものかもしれません、ね、動物のな。この辺の方針に関して人間3人はほとんど口を挟める部分がなかった。任せてしまう方が確実なんだろうけど。ところで一つわからんことがある。おう。なんだ、言ってみてくれ。この2人が会話してることを不思議に感じてしまうんだよな普通にな。昨日はやけに凶暴化しておったが、小僧の父親を襲う前までは特に不審な様子は見られなかったのじゃ。そういえば私たちが最初に見つけた時もすごくおとなしかったよね。ああ、紬より俺に懐いてきて今思うとちょっと変だったけどな。ひょっとしてあの時すでに獲物として見られていたのだろうか。あつまさんの方へ移ったのもより最適な獲物と判断したのだとしたら、いや今は考えないでおこう。アルプになりかけている時不安定になるものは多い。だがあそこまで暴走するものか。お前の時はどうだったのだマナオ。私はすぐあるがままの自分を受け入れられたの何それすごいね、それはそれで。ああ私はこういう存在なのだみたいな。優等生ぶりおってねえとにかく見つけて捕まえないことには始まらないだろう。もう少しこの辺りを歩き回ってみるか。お、いろいろなところ歩くね。また追ってくるものはなしか。修二君、そろそろ疲れてきたんじゃない？少し休憩する？大丈夫、人間になっていられる時間は短いから。ギリギリまで頑張るつもりでいた。いた？いえ、申し訳ないのですが私たちの方が少し疲れてきました。そうでしょうね、結構歩いてますもんね。10分ほど通話を切らせていただきたいのですがね、七尾。そうだな、赤城も通話を切れ。何？あっちはまだ。もちろんシーバさんたちは会話を続けても結構ですから。あれどういうこと？ふむ、ひょっとしてこれが空気を読むということか。よかろうなのじゃ。分かっていただけて何よりです。何この雰囲気。ちょっとみんなもうなんか分かってますみたいな。ではごゆっくり、周囲の警戒は私たちでしておきますので。本当にいいの？あ、切れた。なんだか気を使われちゃったみたいだね。まあ焦ったところでなかなか成果は上がりそうにないもんな。仕方なく俺も石垣にもたれて休むことにした。とはいえこの状況でどんな話題を選べばいいんだろう。あ、なにこれ、え、さすがに空気読もうみたいな。本当にそれだけ？さすがにバカ話で盛り上がろうって雰囲気じゃないもんな。明日からまた学院だね。でも夜中はしばらくこれが続くのかな。そういえばクリスマスはどうやって過ごすよね？うちは家族みんなで集まるしきたりだけど、今年はどうしようかな。結局選んだのは他愛もない話題だったけど、ふと紬のことでまだちゃんと聞いてなかったことがあるのを思い出す。あくまで他愛のない話の延長としてちょうどいいように思ったのだ。しきたりって言えば
前に言ってたっけ。ほら、子供の頃、男の子の格好をするのがしきたりだったみたいなこと。ああ、あったね。ああ、それしきたりっていうか、おまじないっていうか、そんなに古いものじゃないんだよ。昔ね、うちのおばあちゃん体が弱かったんだって。おう、へえ。ふとなぜかその話に引っかかりを覚えてしまう。え、嘘。でもおばあちゃんってことはもちろん女の子だよな。何言ってるの、当たり前だよ。あー、けどその頃ね、おばあちゃんのお母さんが占い師の人か何かに相談したらしくて。なんで？男の子の格好をさせれば元気に育つって言われたそうなの。それを信じたの？時代を感じる話だな。時代を感じすぎるわ。いや、その占い師で。だよね。うん。でもそのおかげで無事大きくなれたって思ったらしくて、以来私の家では女の子は男の子の格好をさせられちゃうみたいなの。なるほどな。子供からすれば迷惑な話なんだろう。小さい頃体が弱かったというのもよくある話に思える。けどちょうど赤城の約束の話を聞いたばかりだったからだろう。ああ、ひょっとしてだけど、そのおばあちゃん病院に長期入院したり手術したりなんてさすがにあるわけ。あ、どうして知ってるの？おっと。まあでも、まあまあまあ、でもよくある話だから。それはそんな、なんか偶然あるわけないでしょうよ。あ、でももちろん今は全然平気なんだよ。え？手術したのも確かもう50年くらい前の話だから。おっと。すいませんね、なんかこの分かりやすいようなリアクションで。50年前なの？うん、多分逆算しても合ってると思うけどな。今何歳なんだ？まさか。いや、いくらなんでもできすぎだろ。でも赤城が紬に声をかけたのも何かを感じ取ったせいだったとしたら。それがどうかしたの？ああ、いや、実は、あ、しまった、タイミングが悪かったな。時間切れっぽい。ぬいぐるみに戻りそうかも。うわ、そうなんだ。じゃあすぐ迎えに行くね。まあ偶然である可能性の方が高いんだ。この話は時間がある時にでも確かめてみればいいか。みんながこちらへ手を振っている。ともかく今日はここまでか。明日からまた続けていくことになるだろう。あー、タイミングが悪いね。本当に本当にイギーはうまいな、賢いな、やっぱイギーはよ。え？すぐ近くの茂みからだった。この瞬間俺は完全に油断していた。しかも最悪なのはタイミングだ。いやだろうな。まさか狙っていたのか。そう思いたくなるくらい完璧に合わせられていた。うわ、俺がぬいぐるみに戻ってしまうタイミングと、うわうわ、直後ものすごい速さで体が振り回される。一瞬何が起こったのかわからないくらいだった。これさ、ぬいぐるみ状態でも心ってさ、攻撃されちゃうの？しまった、やばいな。シュウジ君、ブンブン振り回される視界の中、みんなの姿が遠ざかって、いや、奪ってったの？足に噛みついたまま四つ足で全力疾走しているらしい。その凄まじい速度と振動でさすがに意識を保っていられ、とにかく追うんだ、二手に分かれよう。みんなごめん。マジか。その感情も、あ、そうか、今油断してたから、そういうセンサーも感じら取れなかったってことか。感情センサー。どうして返事をしてくれぬ。ん？あっちは毎日窓をつついているというのに、どうして何も答えてくれるのじゃ。え、赤城？どうして頑張れたんだ。大切な人を失った後だ。どうして。もう太一さんに関してはただの疑問だよね、これは。一番の友達なのに。うん。どうして何もしてあげられないの？
これは欠片を吸収してしまった時に見る夢に似ている。だが今度はやけに視点が低くなった。おう、あの犬どうするのかしら。おお、保健所から引き取ってきてからもう10年以上も生きてるんだって。いやでも雑種でしょ。お父さんみたいな物好きじゃあるまいし、欲しがる人なんて。あ、保健所から引き取ってきてってことだったのか。一体誰だ。代わりに伝わってくる異様な匂い。刺繍、棺桶、物言わぬ主人。大好きだった彼は白黒の絵になってかつてと同じ笑顔を向けてくれる。だがもうあのしわくちゃな手が頭を撫でてくれることはないと知っていた。ああ、その犬は老いた体を引きずるように一人旅へ出る決意をした。俺はこの夢はまさか。取り留めなく時間が飛ぶ。今度はいきなり厚間さんの顔がアップになった。こらやめなさい。そんなに懐いたって私は飼ってあげられないわ。かわいいな厚間さん。厚間さん、いや厚間さんに飼ってもらえるペットいいな。もう友達を失うのは嫌なのよ。やっぱりこの人も大切な人を失ったんだ。めっちゃ喋るやん子犬。声が聞こえてくる。もしあなたが人間と同じくらい長生きだったら。おう、なんてダメダメ、都合よく考えたって仕方がないわ。さあそろそろミルクが冷えた頃ね。もし僕が人間だったら君を慰めてあげられるのかな。おお、君は多分僕と同じだから。なんだろうあれは。子犬には厚間さんの心の状態が見えていた。あーそっか、なんか訳もわからず、なんか厚間さんのためになるだろうと思ってやったらってことだったのかな。これ欠片を求めるのはアルプとしての本能だったのかもしれない。あれは君の一部なのかな。あれを手に入れれば、あ、君と同じになれる気がする。おい、まさか。そうだ、僕ならずっと君のそばにいてあげられるんだ。僕ならめっちゃいいやつじゃんこの子犬。ダメだ、やめろ、それはそんな都合のいいものじゃない。だが子犬は厚間さんへじゃれつくように飛びかかると、その心へ小さな牙を。やめろ。ハッとして目を覚ます。まさかの中庭、学院の中庭。もう狼みたいな鳴き声。子犬が月へ向かい遠吠えをしている。狼じゃんもう。やっぱりさっきの夢はこいつの心の中を覗いてしまったのか。でも俺が吸収したわけでもない欠片の声をどうして聞くことができたんだろう。子犬はまだ遠吠えをしている。そこからまるで複数の人に囲まれているような、味も色も温度も点でバラバラの心が伝わってくるのだ。なんだこりゃ。さっきの夢がなければ俺もただ混乱しただけだっただろう。だったろうけど、筋道さえ立てられればなんてことはない。そういえば赤木もこいつが凶暴化したのを不思議がっていた。ひょっとして欠片を吸収できていないのか。こいつに厚間さんを傷つける気はなかった。だからこそさぞ驚いたろう。思いがけず新しい主人を傷つけてしまい、混乱したまま欠片を吸収できなくなってしまったのではないか。だがそのせいでかえって混乱は大きくなったのだろう。心の中に自分とは違う心が入り込んできたようなものだ。まともでいられるはずがない。あー、しきれなかったから、そのなんていうの、気持ちだけがずっとこうぐるぐる回ってるみたいな。あー、だからそのね、心の穴が開いた修二くんがこう欠片吸収しちゃったみたいな状態ってことね。そして混乱した理性では本能に逆らえるはずもなかったのだ。
本能は欠片を集める。だが集めれば集めるほど心の中は点でバラバラになっていたことだろう。望んでいた結果からどんどん遠ざかってしまう。こいつにとってもいい状態ではなかったのだ。でもこれだけでは俺があんな夢まで見てしまった理由は説明できない。それには別のもっとシンプルな理由がある。先ほどから必死に叫び訴えてるじゃないか。助けて助けて。俺にはそう聞こえていた。こいつ自身が助けを求めている。だから聞こえた。今こそ俺にこの力があってよかった。もしこの力がなければ俺はこいつをただの悪者と決めつけ断罪することしか考えられなかったろう。あーなるほどな。でもそうではなかった。ああ、お前はやり方を間違えたんだ。もっと正しく学ぶべきなんだ。子犬がこちらを見る。俺も同じだ。間違えてばかりだ。子犬が警戒するように俺の周りをぐるぐる回り始めた。大切な人のためをと思ってこんな姿になって、他にも俺を大切に思ってくれる人のことがいるのがいることが見えなくなって、だから今でも俺は代償を払い続けてる。なあ、聞いているのか。いや、聞こえてないのか。くそ。相手の気持ちが分かっても今の俺には伝える術がない。だがすぐに襲ってくる気はないらしい。周りをうろつくばかりで近づこうとはしないのだ。どうも人間なのかぬいぐるみなのか分からず戸惑っているらしい。全くラッキーなのかアンラッキーなのか。今のうちになんとか手を考えなくては。でも一体どんな手が。あ、つむぎと赤木。校舎の影に隠れながら一瞬だけ顔を覗かせたのだ。綾地さんと相馬さんの姿は見えないが、どうやら追いついてくれたらしい。いやでもこの状況どうするよ。確か紬のハンマーで一撃すれば欠片は持ち主の元へ戻るんだったな。ならやることは変わらない。ただ赤木は前日の負けで力が出ない様子だったし、紬にしても変身したからといって身体能力が上がるわけではない。なんとか俺が隙を作ってやるしかないか。よし。おい、そんなに警戒することないぞ。俺はぬいぐるみの姿だけど人間だ。かけらが欲しいなら襲ってきてもいいんだぞ。背中はガラ空きになるだろうけどな。って、ダメか。紬たちには聞こえたはずだが、肝心のこいつが無反応じゃ意味はない。くそ、本当に役立たずだな、俺は。え？はい、ということで、じゃあ今回はここまででしょうか。なんかちょうどいいし。ということで、ちょっと喉もね、今悪くなってきたんで、ここまでにしとこうかなと思います。いや、次回、この子犬とね、紬さんたちの掛け合いということで、じゃあ、お楽しみに。それでは、バイバイ。